プリーグねちょっと総括というか見ていって面白いなと思ったのがドイツにやって勝ってコスタリカにやられて負けてスペインにやって勝ったことがこの54ブロックってやつでねこれされるとねまあどこのチームも困るんだよねっていう、えー、例えばねベトナムとかねカンボジアとか多分あのあたりのチームでもねこの54ブロックを築かれたらまあどこのチームも困るというか、まあ、だからこそあのハーランドとかメッシュとかあと誰かなーっていうまあ,あの この辺の個の力突出したの選手がいないとね、点が取れなくてもずーっとこの辺りでボール回ししていくしかないっていう。例えばね、ここのウイングの選手に入った時に鎌田がこうやってプレスバック入って長友がプレスかけて、で、森田がこうやって寄っていけばね、もうパスコースがなくなってくるわけね。うん。で、それでもうボール取られるしかなくて、で、まあスペインの場合、こうやってちょーっと入ってくるんだろうけど、まあそれでもね、どん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 追い詰められていく。っていうか、この見て、この配列。もうスペースないでしょ。だから、10対 最後っていうような状況になってくるからまあこれされてね点取れるって言ったらまあセットプレーメッシハーランドの高さあとはムバッペのスピードがいけるかなっていうぐらい。 だから、ベッカムとか、あとデブライネのキックとかが有効だって言われるのもこの辺で、まあ、5、4ブロック築かれた時にはもう、どんな強豪チームでも手詰まりになるから、例えば、あの、リバプールとかね、マドリーはあれ、意図して狙ってんのかなわざと引いといて、相手を釣り出してからカウンター仕掛けるっていう、偽カウンターしてくるのも、このね、5、4ブロックとか、4、5ブロックとかを、4、4ブロックか、を築かれる前に、あの、やっちゃおうみたいな。だから、ネガティブトランジションポラ、ポジティブトランジションの局面で仕留めちゃおうっていうのが、あの、リバプール プールとかマドリーの発想でまあこれはされたくないあベンゼ版を攻略できるかあとクリスチャン・ロナウドうんだからこの辺の選手が何であの特別扱いされるかっつったらこういう守り方された時にあの子の力で崩せるからだから俺なんかが例えばこの力が重要っていうのが例えばこの三笘君とかえー、っと南野とか。 久保建房とかが言うのはこの辺でこのブロックを築かれた時にいかにして崩すかっていうこれがね、えー、戦術ではどうにもならないところがあって例えばシティでさえねこれ困ってて、えー、シティでよく見るのがあのー、マフレーズとか、えー、ベルナード・シルバーとか えっと、グリーディッシュとか、あと昔で言うとスターリングとかがボールをサイドで持って、で、崩しきれないからコネ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 しながらこの辺に戻して、で、ロードリまで戻して、で、プレスで追いかけられるから、しょうがないから、あの、エデルソンまで戻してっていう <laughs>。で、カンセロとかウォークあたりに持たせて、またこう、えっ、ー、と、攻撃の。 組み立て直しっていうのをやってでそれでダラ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 時間だけは過ぎていくみたいなそうこうしてたらどっかでかさられてあのエリック・バイリーみたいなやつらにあのカウンター食らってマキシマンとかでそれでゴール決められてっていうのででそれでまあさらに前がかりになってカウンター食らってもう1点取られて2対0で負けるとかシティとかね結構やるんだよねあの辺うん3040試合ぐらいやったら1試合か2試合ぐらいやってて まあ今回日本はそれにはまったというか、うまくはめたんだよね、日本の場合は。だから前半戦を捨てておいて、だらだら守っておいて、まあ1点取られたのはあれはまあアクシデントみたいなもんで。で、後半の立ち上がりにモープレスをかけて、ショートカウンターで2回仕留めて、で、あとはもうこの5、4ブロックを築いて、時間を過ごすっていう。まあそんな感じで、この5、4ブロックこれからね、これからというかまあもう5年ぐらい前からこれ流行ってんじゃないかな、5レーン潰しで5バックにして、 で、3バックの可変式にして攻撃の時は3、2、5に行って5レーンを逆に潰しに行くっていう。ということで、まあこれちょっと注目してみてくださいということで、ではでは失礼します。